天皇の島、ペリリュー、富戸。西村慎吾の時事通信ナンバー1089、平成27年4月20日号、天皇の島、ペリリュー、富戸。4月8日と9日に、パラオ共和国ペリリュー島にいて、同等を英霊の慰霊のために陽光敬された天皇皇后両陛下をお迎えしたことはすでにご報告した。そのペリリュー島に、物量に物を言わせて襲いかかってきたアメリカ軍の第一海兵師団に6割を超える損失を与えて全滅判定を強いる優先艦等の果てに玉砕した日本軍は水戸の歩兵第二連隊の将兵であった。それゆえコロールで慰霊に来られていた水戸二連隊ペリリュー島慰霊会の幹部の方ともお会いした。その私は4月18日に水戸で開催される講演会の講師として招かれていたのだが、ペリリュー島でこの地で戦没した将兵の郷里に10日後に赴く予定であることに不思議な因縁を感じた。よって18日講演会開会の1時間前に水戸駅に着き、この1時間を水戸城跡にある講道館見学に使った。そしてますますペリリュー島がアメリカ軍から天皇の島と呼ばれたゆえんは水戸にありとの思いを深めた。同時にペリリュー島の水戸歩兵第二連隊は次の作戦用無礼、綱領第3の指示通りの部隊だったんだと思った。必勝の信念は、主として軍の高貴ある歴史に根源し、周到なる訓練をもてこれを培養し、卓越なる指揮統帥をもてこれを充実す。かくかくたる伝統を有する国軍は、いよいよ忠君愛国の精神を奴隷、司令、し、すなわち、ペリリュー島において、軍の高貴ある歴史、とは、水戸の歴史、であり、卓越なる指揮統帥は、連隊長中川邦夫大佐によってなされた。水戸歩兵第二連隊は、明治7年、明治天皇から軍旗を親授されて創設され、3年後の西南の役から、新日露戦役を経て、大東亜戦争まで、近現代日本のあらゆる戦闘に参加し、昭和19年11月24日、司令部としたペリリュー島のジャングル内の洞窟において、中川連隊長は、軍旗を砲焼し、本土に、桜、桜と決別伝を打電した後、自決して連隊の74年の歴史を閉じた。さて、初めて訪れた剛公徳川仁将が創建した講道館の玄関の前に立つと、奥に縦2メートルほどの大きな力強い尊上の文字が掲げられている。水戸は徳川御三家の一つであるが、尊王の志極めて強く、倒幕を目指した幕末の勤王の志士は水戸学の国体思想に突き動かされていた。西郷隆盛、南州が最も尊敬していた志士は、安政の地震で亡くなった水戸学の藤田東湖であった。また、幕府瓦解のきっかけとなった桜田門で幕府の大老井伊直介を襲撃して首を落とした者たちの大半は、徳川御三家の水戸藩の者であった。その水戸学の国体思想は、水戸光圀が編纂を始めた大日本史に記された我が国の歴史に由来し、この歴史書は全国に流布されて、これが明治維新の国民精神的、思想的土台となる。したがって、明治維新は、王政復古の大号令から始まり、この大号令の復古とは、神武創業の始めに戻るとされたのである。水戸は、このような明治維新を完成させた精神と思想の一つの削減地である。この維新の削減地におい建軍された水戸歩兵第二連隊は、高貴ある歴史を持つ部隊であり、忠君愛国の信念にあふれる部隊であった。したがって、この部隊が立てこもって優先艦頭したペリリュー島を、アメリカ軍が天皇の島と呼んだのは当然の成り行きであった。というよりも、死を恐れない日本軍兵士一人一人から、強い天皇への忠誠の思いを感じ取り、そう呼ばざるを得なかったのであろう。このこと、講道館において特進した。講道館見学を終えて講演会場に向かい、居合抜刀の実技を見てから私の講演に入った。そこで私は、まず冒頭に10日前にペリリュー島で慰霊をしたことを報告した上で、水戸が明治維新つまり近代日本建設に果たした功績を述べた。その際、人があまり触れないことが最も偉大だと述べた。それは、徳川光圀公による元禄5年、1692年の港川建碑である。元禄5年、光圀は兵庫港川の楠木正成自決の地に、阿中新楠の岸の墓を建設したのである。ここは西国街道に面した地であり、
この字で、楠木正成は建武3年、1336年、圧倒的に優勢な足利軍に、わずか700騎で立ち向かい、覚悟の戦死を遂げた。これの正成戦死の字の、献旗により、江戸期を通じて全国津々浦々の庶民に至るまで、楠木正成の、七将報国、中勲愛国、の思いが広がっていった。嘉永4年、吉田松陰は、この、阿阿忠新楠木氏の墓、お参ってなき、楠木兄弟は、まだこれ死なずと読み、そして、富岡氏大和魂、と言い残して斬首された。その後幕末には、今楠木、今楠木公、と言われる勤労の志士が続出してくる。日露戦争の軍神広瀬武雄中佐は、七将報国、と対処して旅順公の七に赴いていき、この精神を継承して大東亜戦争が戦われた。この我が国の、ことある時に現れて、来る中勲愛国の精神の流れのきっかけが、光圀の、湊川建丕、である。徳川光圀公は、徒歩で移動する時代に、全国を行脚したと言われているが、この行脚から生まれた最大の功績が、今も湊川に立つ、阿阿忠新楠木氏の墓、の建立であろうと思う。